まあ、ツイッターの広告って、まあ、まるであんまりほとんど意味がないような印象。こんにちは。FM 流進堂です。先日ツイッターに、広告を出したっていう話をね、したんですけれども、まあ1が実験している時で、2が結果、の動画を出しました。それで、今回3回目になるんですけれども、ちょっと補足についての、お話をさせてもらいたいと思います。はい。前回の放送だけを聞くと、まあ、ツイッターの広告って、まあ、まるであんまりほとんど意味がないような印象を与えてしまうかもしれないので、まあ、ちょっとね、その補足というね、意味合いで、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。これ今ね、ツイッターの広告を、まあ、決めるところの画面なんですけども、もう僕は1回広告を出してしまったので、まあ、その編集段階の画面を、今見てもらっています。で、ここですね。ツイッターは、まあ、誰に対してその広告をつけるのか、広告を表示させるのかっていう、結構細かいね、設定ができるっていう話を今回したいんですけれども、まず地域を選択っていうのがあるんですね。で、まあ、例えば国で言うと、まあ、日本人限定でね、広告を表示すると。まあ、これ当たり前ですよね。同じ国の人に見てもらわないと、まあ、広告の効果薄いじゃないですか。で、こういうところも限定できると。で、次に性別、絞り込む。例えば男女どっちでもいいよ。男性、女性ね。例えば化粧品の広告打ちたい時は女性にターゲット絞らないと、まあ、あまり効果がないでしょ。だからそういう意味で、まあ絞れます。で、次に言語ね。例えば、これ日本人だとあんまり該当しないかもしれないんだけれども、例えば違う国であっても同じ英語が通じるっていう国同士があるでしょ。その場合は、同じ英語の、広告打っても違う国でもね、見てもらえるわけです。で、次、ここですね。端末とプラットフォームの選択。iOS 端末。まあ、これ iPhone ですね。で、Android 端末。ブルーベリーデバイスとタブレット。デスクトップやノートパソコン、その他のモバイルという形で、まあ、その例えば、iPhone のアプリの宣伝をしたいときは、もう iPhone 用 iPhone 一択で、iPhone を見ている人で Twitter やってる人に見てもらわないと意味がないでしょ。まあ、そういうような形で、結構限定できるんですね。で、さらに、下を見ていきます。で、ここも重要なんですけれども、キーワードで、単語に、反応して広告を相手に見せることもできるわけです。で、僕の場合、今回、YouTube、テレビ、面白い動画、動画。こっちは YouTube、正しい表記ですね。こっちは全部小文字なんですけれども、こっちは正しい、表記の YouTube。で、まあ、こういう検索を普段していたり、まあ、ツイートをしている人に対して、広告を表示するっていうふうな、限定の仕方です。はい。次に、マッチオプションですね。これはどういう趣味を持っている人に、広告を表示させたいかっていうのを選ぶことができます。まあ、例えば映画関係とかね、映像作品の、広告を打ちたい場合は、映画が好きな人だったり、テレビが好きな人に、広告を打たないと、効果が薄いでしょ。まあ、そういうような形で、まあ、ここら辺はもう予算になっちゃってるんですけれども、で、最後に、ツイートを決められるんですね。僕の場合、こういう形でやりました。あなたの知らない YouTube。4時間ずっと笑いながらあなたを見つめる男。ちょっと怖い、変な、面白い、何これ？的なチャンネルを紹介するコーナーです。動じなさすぎて怖い。4時間も見続けていられるか？ハッシュタグで YouTube、動画、恐怖。で、この画面ですね。これは JPEG で、別に用意した、サムネイルの動画、あ、動画じゃない、画像になります。
ですから、これをクリックすると僕の YouTube のこの、あの1個の動画ですね、あの自分がアピールしたい動画に飛ぶことができて、でさらにハッシュタグで YouTube 動画恐怖って書いてあるので、まあ、これに興味のある人に対しても、まあ、リーチをね広げることができる。で最終的にこの 94,815 人の方に、人の、Twitter の画面に広告を表示したという結果になります。で、まあ、今回ね、僕が特に言いたかったことは、まあ、この趣味だったり性別だったり地域だったり、相手のそのツイートに対しての趣向性、何が好きか嫌いかっていうところに関して、限定してツイッターの広告を打てば、まあ、かなりその効果がある場合もあるということで、まあ、その今回僕 YouTube をツイッターの広告の中で YouTube の自分のチャンネルを宣伝するっていう意味ではちょっと効果が薄かったんですけれども、まあ、その例えばもうちょっと広い企画ね、前のコメント欄にもあったんですけれども、例えばプレゼント企画をやりますとかね、なんかそういう視聴者さんが得をするようなキャンペーン企画ということで、この広告を打った場合はまた違う結果になったかもしれません。まあ、前回のね、放送の補足というね形で、少しあんまりこう、なんていうんですかね、ツイッターの広告ダメじゃんとかね、悪い印象だけを、持たれてしまうとちょっと勘違いが大きいかなと思いましたので、補足の動画とさせていただきました。どうもありがとうございました。 FM 流進堂、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。